成功するフランチャイズ本部の秘訣って何かありますか？あれ、あんまりそういう考え方って一般的じゃないですよね。久しぶりの登場になります。今日はですね、V&M パートナーズ代表の宮崎さんに来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと概要欄に過去、以前見てもらった宮崎さんの動画も貼ってるので見てもらいたいんですけど、また改めて簡単にでいいので、自己紹介、プロフィールもアップデートされたと思うので、自己紹介お願いできますか？もともと私は福岡生まれで、福岡初の、豆腐の移動販売の豆吉郎という会社を作らせてもらって、でそこから、エリアで言ったら鹿児島から大阪、飛んで福島までどんどんちょっと全国展開を目指してやってたんですけど、で、13、4年やってて、で途中で、その間2、3社は同時にやってたんですけど、で約4年前かな、3、4年前に全て株式を西日本新聞社という新聞会社さんにバイアウトして、でその後ロックアップ期間があって、でその後それこそ島袋さんのサッカー部の先輩の、T&T の松村さんのところで、投資のベンチャーキャピタルので修行させていただいて、独立させてもらって、今活動させてもらってるっていう感じですかね。ありがとうございます。なかなか珍しい経歴かなと。そうですね。そうですよね。宮崎さんのでものすごい印象深いセリフがあって、経営者はパイロットだと、飛行機の運転手だ、パイロットだと。で、みんな離陸することは考えるのに、着陸することを考えてないみたいな話をされていて、で、その着陸には3つしかなくて、IPO と M&A と、あとはまあ、解散というか、倒産みたいな、その3つしかないという話をされていて、それがすごい印象深くて、当時からそういうなんか EXIT というか、ファイナンスの観点ですごい考えられてるんだなっていうのは思っていて、なので VC っていうのもちょっとわかるなとは思ってはいました。今もちなみにその考え方変わってないですか？いや、今はやっぱりいろいろ考あれ？えてて、やっぱり出口って2つかなと思ってて、着陸。あれ？でも、え？解散しかないかなって最近思ってまして、っていうのが IPO って、やっぱり資金調達の一つで出口ではないので、気持ちとか考え方がアップデートした感じですかね。なるほど、なるほど。じゃあもう着陸候補は3つではなくて2つしかないっていう。富岡さんどう思われますか？そうっすね。僕は引き続き IPO をなかなかいい選択肢だなとは思ってますけど、確かにほとんどのケース、実際 IPO 仮もしできたとしても、そこで終わりではなくて続くケースが多いから、そういう意味ではそこでが着陸になるケースはそんなにないっていうことですよね。って感じてます、最近ですね。もうそれはその通りだと思います。ありがとうございます。でですね、ただそこもちょっと自己紹介してもらったんですけれども、気になってるのが、EXIT されて、確かロックアップ期間ってあったかなと思いまして、その後、いわゆる PMI 期間というのか、ロックアップ期間なのか、その間ってどのようにされてたのかなとちょっと思いまして、実際に売却後ってどうされてたんですか？そうですね、売却した後に、それこそ前の6月30日にバイアウトしたんですけど、でそこから2年間ロックアップがついてたんですよね。で、2年間ロックアップが終わった後に、最初に90%分のお金をいただいて、残りの10%分の、株式の売却代金をいただくっていうことだったんですけど、なるほど、なるほど。ただもともとそのフランチャイズの本部だったんで、そのもう仕組み化されてるんで、そんなに引き継ぎ期間っていうのがもうないかったんで、もうちょっともう2年は勘弁してくれというお話をさせていただいて、で、1年で、会長、その時会長職だったんですけど、そうですよね。そうですね。前回、出させていただいた時は会長職でしたもんね。そこで、1年間で、残りの10%はもう、放棄というか、いらないんで、早く自由にしてくださいということで。あれですか？2年間残れば、その売却代金100%のうちの10%を2年後に入ると。なんだけれども、1年経過したタイミング、あと1年いれば残り10%入ってくるのに、それを放棄して、そこでロックアップ期間をもう解消と、終了ということを合意して、そこでやめたっていうことですか？そうですね。なんか、楽しいケースかもしれないですね。そうですよね。もうなんか目の前にもう本当に、あと1年待てば、ちょっと言ったら大金が転がり込んでくるっていう時に、それ放棄してってことですもんね。そうですね。あれ、ちなみに譲渡金額って結局その後ってニュースとかで公表されたんでしたっけ？
いや、されてなくて、そこは契約で非公表だよっていうふうに言っているんですね。はい、あ、なるほど、そうなんですね。はい。いや、まあでもね、それはきっと、なかなかその意思決定できないと思うんですけど、そうまでして辞めたい理由って何だって、もうものすごいバチバチに喧嘩して辞めてやるってなったのか、それとも何か違う理由があるのか。そうですね、まあその喧嘩とかはしてなかったんですけど、まあ、そもそも、なんだろう、いる意味がなくなってきたというか、うん、引き継ぎも終わって、じゃあ次何をしようかっていうところで、やっぱりこうまだ30代でしたし、やっぱり早く新しいことをやりたいっていうところもあったんで、なんかお金だけの問題じゃなくて、早く新しいことをやらないというところが一番大きかったかもしれないですね。じゃあそのタイミングでどうしても VC がやりたいと思ったってことなんですね。そうです。あ、そうです。その1年終わった後は、そうですね。もう VC に専念して、やっぱりやらないとって言いました。はい。その起業家から VC になるってどういった心境の変化というか、思いだったんですか？いや、よくよく振り返ったら、やっぱりこう、はい、なんかその時は、まあ、当然会社なんで、やっぱり利益出していかないといけないと思ってまして、ただ、やっぱり事業だけではそんなに大きくならないなっていうの、大きくならないと利益出せないなだったんで、やっぱり周りの人、まあ、島袋さんとかもそうなんですけど、やっぱり事業をかける株っていうのが、一番効率よくお金稼げるんじゃないかなっていうのを、自分がバイアウトした時に気づいたというか、ただもう、絶対に事業をかける株を考えたら、もう VC が一番近いんじゃないかなと思って、取っていただいて、はい、来ました。はい、あ、そうだったんですね。なるほど。なんか、こう、フランチャイズ、ビジネスにすごいこう思い入れがあるのかなと思ってまして、なのでこう別の本部を作ったり、その本部向けのコンサルティングをしたり、そういうことをされるのかなと思ってたんですけど、フランチャイズ本部やそういうフランチャイズとの関わり方っていうのは辞めた後もされてたんですか？そうですね。一度、島袋さんと三河さんと本出させていただいた後に、また私がフランチャイズ本部の作り方っていう本を出させていただいて、それを出してから結構、今でもやっぱり1日1件のご相談いただくようになってたんですよね。ただその、登記書の時もその狙ってフランチャイズ本部を作ったわけではなくて、出来上がった時にフランチャイズ本部だったっていうだけで、そのコンソール料をいただくような、なんかこう、なんていうんですかね、まあ、よそさんに通用するものではないと思ったんで、そこを本業でやっていくっていうのはちょっと、まあ、できないかなというふうに思ってました。あ、もうじゃあそうやって見て、フランチャイズ本部とかもいろいろ見られてきて、自分で立ち上げ含めて見られてきた中で、成功するフランチャイズ本部の秘訣って何かありますか？そうですね、やっぱり、まあ、他の事業とも一緒だと思うんですけど、本気でやれる人が一人いるかどうかっていうのがすごく一番大事かなと思ってまして、はい、なんか EC サイト作るときと似てるなと思うんですけど、なんか片手間でやったらいいよとか、はい、誰々さんがちょっと空いた時間でやってねとかって言って始めた会社って基本的にうまくいかないと思うんですけど、なんかフランチャイズ本部もフランチャイズ本部長みたいなのがしっかりいて、なんか他の業務と兼任せずにがっつりそこでやる人が一人いるかいないかっていうのがすごく大きいかなと思ってますね、はい、あ、なるほど。その経営者がどうこうじゃなくて、経営者がいたとしてフランチャイズ事業に特化する専門の人が必要だと。そういうことですね。そうですね、もうその何の、はい、スキルとかいらないと思うんですけど、そこの社内社員の中でどれでがっつりやりますという人がいるかいないかっていうのが大事かなと思いますね。うん、まあ、細かく言えばいろいろあると思うんですけど、やっぱりこう3年で回収できる事業なのかとか、独人性があまり強いビジネスはちょっと向いてないのとか、やっぱまあ極端な話、アルバイトだけで回せるようなビジネスで3年で回収できるっていうのがやっぱりすごく FC 向きではあるなと思うんですけど、はい、今ちょっと重要な要素がいくつか出てきましたね。アルバイトだけで回せるような仕組みを作ること、はい、で、あとは3年で回収できることですかね。そうですね、やっぱり 2,3 年で、まあ、長くて3年でしょうね、はい、やっぱり2年とかで、うん、最初の初期費用が仮に1000万かかるとしたら、うん、まあ、2年間で1000万営業利益が出せるようなビジネスモデルがベストかなっていうふうには、うん、それはフランチャイズの加盟店さんからしてっていうことですね。そうですね、はい。ああ、なるほど。あ、これはいいノウハウですね。ありがとうございます。うんうん、ここで面白いのが、こう、今回 M&A バンクさんとさせていただいたんですけど、うん、例えば、まあ、私が何屋さんでもいいんですけど、うん、なんかお店を1個作って、なんかパン屋さんならパン屋さんを作って、2年で回収できるまでを作ったら、それ一回、バイアウト
できるんですよね。ただ普通の仕組みだったら通終わりじゃないです。キャピタルゲインというか入ってきて終わりなのが、FC だったら売った後も常にそこに商品供給なりロイヤリティというのが入ってくるんで、だからフランチャイズと MA ってすごく相性がいいなっていうふうには感じてますね。はい。ああそうなんですね。あれ今のケースちょっともうちょっと詳しく知りたいんですけど、例えば豆腐屋さんのフランチャイズだとするとどういった流れになるんですか。そうなんですよね。豆腐屋さんの時にそれを振り返って気づいたんですけど、結局その、はい、例えばじゃあ大阪でフランチャイズやりたい人って言って、なるほど。あんまりそういう考え方って一般的じゃないですよね、フランチャイズ業界で。そうですね、多分、はい、あまり、はい、横のつながりはあまりないからよく知らないと思います。はい、うん、あ、それは面白いですね。ありがとうございます。で、あ、でもちょっとさすがに、まだまだ聞きたいんですけども、お時間もちょっとなくなってきたかなと思うので、続きはまた次回お話を伺えればなと思います。ではまた次回も M&A バンクでいきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。M&A ジズム完全習得講座というものをですね、M&A バンクをノートで販売始めました。これはですね、かなりのノウハウが詰まってます。会社を売りたい方はぜひチェックしてください。